バナが大暴走。バナさんいいよね、かっこいいよね。ハンダゴッティング、後出しのハンダゴッティングっていうのもすっごい長くなる。僕は盲点突き破り天狗、デザフェスに出ます。あー、歪んでんな歪んでんな、うわ歪んでピンクシ。北殺改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。前回ここまで作りました。で、怒号拳激怒がちょっと違うなっていうところで終わりましたので、今日は早速これを外すところから始めていきます。前編まだ見てない方は今すぐ見て戻ってきて。じゃあ行きましょう、チャンネル登録よろしく。ワンネスワンネス。前編のコメントで今回はパウチの使命感が溢れてるようなと言われましたが、その通り。この武器にかける思いは半端じゃねえぞ。よっしゃ行こうか。早速外そう。割と簡単に外れますな。はい、外れた。で、ここにつけるように、目測だから正確じゃないんですけど、こういう持ち手作っときました。これは前にここにね、レイズバックル飾ってた時の棚の木材。まあ棚というか、ありましたね、前ね。過去動画見てください。で、それを2枚貼り合わせて、まあこういう形にしましたというものですね。これをここにズボッと突っ込みたいんだけど、大きさがね、全然違うと思うんよね。ああ、もうまあちゃうよね。全然違った。目測やからな。これどうやって突っ込めばいいんやろ。どうしようかな。こっからどう加工したらいいね、これ。挟み込むのは多分無理やな。この下、ここを切ります。これはちょっとちまちまハンダゴティングでいくわ。ハンダゴティング、後出しのハンダゴティングっていうのもあんねんで、部品が溶かし切られる様子を見てってちょうだい。はい、綺麗に切れた。おお、取れた取れた。でちょっと中整えます。これでおお、はまりそう。まあ何でもいいんですけど、なんか絵の具的なやつ、もう何でもいいや。ここね、このなんか ポッチっていうか、これ分かりますか、見えますか。ここにちょっと塗ります。これでバチンとこうするとつきました。ここをドリルで穴開ければこれがスポッと入るというね、こういうやり方ちょっと覚えといたら便利でしょ。よし、前回紹介したこれね、もうね、買いましたっていうコメントもいただきましたよ。いや嬉しい、ほんと嬉しい。ちょっと太めのドリルで穴を開けます。木材がこんだけ分厚いと割れる心配もないし、いいよね。うん、すごい音したね。これで、あ、綺麗に入ったね。あ、入った入った入った。木材ゴリ見えの小窓、思いっきり木材見えてんの。すげえな、ダサいな。やっにするか。まあいいねんけど、アイアン留め具で固定します。うわー、重厚になってきた。そういえばスパナさんいいよね、かっこいいよね。コウタロウくんがちょっとドジキャラやから、それの対比として、あの何でもできる万能キャラっていうのはいいよね。もうちょっとね、あっちが主人公なんじゃないかって思えてきてるよ。だから多分ね、浮世エースくんと被ってるところがあるんやと思う、きっと。これの中で皆さんどうですか、ガチャと楽しんでますか。開く？あ、開くね。オッケー、やった。 LINE スタンプ発売中です。特撮改造エキシビジョンで検索。で、これをもうちょっと長くしたいので、何かをくっつけたいんだけど、やっぱりね、工具モチーフの先輩武器といえばね、これじゃない？ブルボトルバスターね。いや、これもね、なかなか大きくていいおもちゃなんですよ。で、これそのまんまくっつけるとさすがに重すぎるので、一回分解します。よしよしよし、取れた。よしよしよし、おお、だいぶ軽くなってきた。でかい武器を作るときにやっぱずっしりとくる重さは必要だと思ってるんだけど、先端に行けば行くほどやっぱ軽量化も必要なんですよね。同じぐらいこう持ってる感を味わうために最低限の重さは必要なんだけど、重さ重さってなってね、メリメリメリって落ちちゃったら悲しすぎるからさ、そうバランス難しいよね。この部分はどうしようかな、た方がいいのかな。どうせここういう風にはしないから、まあまあビス止めしちゃうんだけど、まあこう持ち手はいらんわね。持ち手は切るとして、あーそうね、やっぱこの辺あった方がいいか。難しいね。これ2つこうでちょっと合わせてみる。あ、すっごい長くなる。アホみたい。マジか、これこうする。これアホみたいなのテンション上がるよね。あー予定になかったけど、これでいこうか。これほんでもういよいよ画面に収めることが非常に難しくなってきた。いや、パウチめっちゃ笑てるやんって、みんなちょっと冷めた目で見てない？あのね、これ実物見たらね、そう笑けるよ。こんだけ長いの何してんねろって思うよ。さて、もう入らないな。はい、持ち手からいきますよ。とりあえず全部映すからね。みんな見て、はい。ずい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 と、ここまでです。今ちょっと何センチなの？測ってみる。おわー！あー、やりすぎた。絶対やりすぎた。173センチ。普通に日本人男性。ちょっと背高めの女の子ですね。いやー、これ厳しいね。でもね、先端軽いからね、全然持てる。いやー、やりすぎかなー。やりすぎな気するなー。ちょっと一回休憩。冷静になって考えてみる。いや、どうしようかなー、この長さ。ガンガンキャッチャー持ってった。さあ、一回キャンプ行ってね、考えをまとめてきました。これ今173センチぐらいあるんですけど、やっぱね、ロッドとか槍とかじゃないのに、173センチは長すぎです。これみんなにももう一回思い出してもらいたいんだけど、剣です。
僕は今剣を作ってます。だからこれはねダメです。これは失敗。もうね潔くね短くします。多分ねここの部分、これを省くだけでバンと印象変わってちょうどいい手頃な長さになると思う。最初前編で150から160センチぐらいがいいなって言ってたんだけど、それも長いと思う。だからギュッとここはもう短くして、短くっていうかまあ長いんだけど、これもう感覚がおかしくなってるよね。そう長いんだけどこれより短くします。でまあこれもネジ外してここギュッとするだけなので、パッといきましょう。これがはい、こうなりました。だいぶ短くなりましたね。これで136センチ、ずいぶん持ちやすくなりました。安定性も上がったと思う。なんとかブレード部分解決できそうですね。でこっからはブレードのことをある程度想定しながら改造を進めます。でまずね必要なパーツ、あの全貌は後から最後まで見てくれたらわかるよっていうねせこい方式を取っていきたいと思います。で今ね恐竜ジャーが大ブームじゃないですか。大ブームで合ってる。いやすごい話題でしょ。僕前にイラスト描いてるたまご丸ちゃんっていう人いて、その人に恐竜ジャーのロボ一式もらったんですよ。改造に使ってくださいって言ってありがとうございます。でせっかくなんでね恐竜ジャー使っていきたいと思います。でその中から今回はこいつザクトルちゃん、かわいいねこの子もね。ザクッといくのとラプトルとねかかってるんですね。ちなみに僕の母方の故郷福井県にはね、福井ラプトルっていう恐竜の化石が出土したりね、まあ、そういうつながりも無理やりですけどありますから、ザクトルちゃん行きましょう。これをねこのボタンっていうかなんていうか引っ張るだけのやつ、ここに噛みつかせたいなと思うんですよ。これがね後々効いてくんね、このパーツが。あえてザクトルちゃんのことパーツって言ったけどね、今これが生きてくんの。下顎いってます。頭で隠れててごめんね。でこっちもちょっと、こっちはね頭脳天突き破る感じになると思うんだけど、いやーこれはマジで脳天、いやー心痛いね。でも行くか。ちょっと残酷やけどちゃんと見せよう。やっぱね俺の姿勢としてね、動画の姿勢としてね、脳天を突き破るところは見てもらわなきゃ。行くぞナムさん。いやでもザクトルちゃんこれは理解してくれ。脳天突き破り系 YouTuber。 僕は脳天突き破り系 YouTuber です。ごめん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 。よっしゃ行ったぞ。行った行った行った。オッケー。ここまでしてこのギミックを守る意味があったのか、それはわからないんだけど、ここにこういう形でザクトルちゃんがいるということが後々聞いてきます。それは間違いない。万代書店川越店さんプレゼンツ、あなたの中古おもちゃで僕が改造しますという企画やってます。買取期間は10月いっぱい。詳細はショート動画で出してますのでそっちを見てください。動画概要欄にリンク貼っとくからみんな参加してね。アンダゴティンギュース。次の工程、これはねなかなか見応えあると思います。皆さん来ました、お待ちどうさまでした。ここ割ります。でここの部分をアップでよく見てみると、ちっちゃいスパナが4つあるんですね。これを僕は今回活かします。ちょっと予想しながら見てて、っていうかまあサムネの通りなんだけどなんかねハンダゴテのここの線の接触が悪いのよ最近。これ買って間もないんだけどね、勝手についたり消えたりするからね温度が上がりきらないのよ。このハンダゴテはあかんな。このシリーズは紹介できないな。なんかバチンとくるハンダゴテに出会いたいもんですけどね。ハンダゴテ大事やから、洗い使い方してるからやっていうのはなしやで。電源問題に使い方は関係ないと言い張っておくぞ。よし、じゃあ割っていきます。まっすぐ割るよりも少し歪んでる方がそれっぽい暴発した感じね。ひびの入れ方にも個性出るからおもろいよね。いいね、割れてきたね。よし、こっからはヒートガン。これはねちょっと怖い。あんまりやりすぎると全体が歪んでしまうかなって思うので、ちょっと慎重にね様子見ながらやっていこう。おーおおお、わめっちゃ柔らかなってる。やば、これ大丈夫かな、やりすぎたかな。うわ全体が曲がってきてる。ちょっとやりすぎたかも。今んとこ大丈夫。ギミック大丈夫か。あー歪んでんな歪んでんな。うわ歪んだ歪んだ。これ大丈夫か。カードスロットが明らかに歪んでる。カード読み取れば大丈夫やけどね。ちょっとやってみよう。もう何でもええわ何でもええわ。カードが前に進まない。入らない入らない。よし落ち着いて原因を探ると、あここで突っかえちゃうのね。あ、わかったわかったわかった。入っていかない原因がわかった。カードが入っていくときにね、ここが終着点やとしたら、この辺でグニュっていっちゃうの。グニュってなんか上の多分パーツがね、こう曲がっちゃったよな。で、グニュっていくから、ここがね、こうギュッと突っかえちゃうんよね。それをなんとかすれば、いけるから、ハンダゴテかな。コーティングでいけんの。いや、怖い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 。変なとこ溶かしたらな、大変やから。ニッパーでいくか。ここを切っちゃえばいいんやろ、要は。ほら、やっぱりヒートガン。ねえ、やりすぎ注意って言っててやりすぎてるやろ。こういうとこやねんな。ほんまこういうとこやね。なかなか届かない。どうしたらいいの。原因を取り除いたら、こんなちっちゃいもんでした。読めるか。いけるか。うん。よっしゃ。やった。乗り切った。あー、焦った。
しんどい。ああよかった。ほんでまあ見事に割れましたね。話グンって戻すけど、割れましたね。いいね、割れたので、ここに何をしたかったかというと、これまあスパナっていう道具なんだけど、六角形のネジをねここに挟んで締めたり緩めたりっていうね、まあいろんな大きさがあるんだけど、うちにあったのは17-19というサイズです。でこれを使ってこのようにお湯丸で型を取って、生乾きというかな、半生の状態で取り出してぐにゅっと曲げて固めておきました。それがこちらね。コミュニティの投稿で見てくれた方もいらっしゃるんじゃないかな。皆さんね、コミュニティの投稿もぜひ見てほしいわけですよ。ほら曲がってこう気持ち悪いでしょ。これを使います。まあ適当にこの真ん中あたりで、完全に真ん中でも面白い、白くないから、まあこの辺かな、この辺でちょっと切れ目入れてみよう。ちょっとやっぱ長さもね、完全に均等だと全部が同じ長さになっちゃうので、これをこんな感じでね、ほら見てみ、もともとあったこのスパナの柄が暴走したみたいなさ。これね本当にやりたかったの俺。いやー嬉しい、ついにここまで来たよ。グルーガンでつけてみようか。これでくっつくかな。くっついた。ほら見ろ、スパナが大暴走してるやろ。これ多分錬成がうまくいかんかって、裏錬成やから。強制錬金術ってこういうことあるからさ。でもなんとかもう形になりゃいいやみたいな感じで錬成するからね。カード入れてみようか。ほらこんな感じ、カード入った状態もいいんじゃないこれ。いやかっこいい、大暴走してんな。うわやば。いやこれはまたね、改造の新たな1ページを作ってしまったな俺は。いや気持ちいいなこれ、やば。またまた私パウチデザフェスに出ます。粘土餃子の宝くじ、この T シャツを着て当日会場にいます。親愛なる僕のワンネスたち、ぜひ来てください。11月12日日曜日11時から16時まで僕店番してます。ブースの場所は4階 M108-109 ブース。会場でブースの場所わからなくなったら上を見てください。高いのぼり、粘土餃子の宝くじって書かれたのぼりが掲げられてます。もうそれ見つけたら一発、あそこにパウチがいるっつって、ワンネスのみんな一目散にそこ行ってください。東京ビッグサイトで行われるデザインフェスタはチケット制ですので、詳しくはホームページを見てください。情報は動画概要欄にも載せておきます。調べてみて。また前回と同様にパウチって声かけてくれたら名刺とステッカー差し上げます。会場にはいろんなブースが出てて絶対楽しいから、みんな来て待ってます。ワンネスワンネス。よし次はこっち、こっちも同じ感じで割りますが、こっちはスパナ暴走はなしでいきます。まあこれはもう出来上がりだけでいいかな。はい、こんな感じで割れました。2箇所ね、割れましたと。じゃあ次はここのロックシード的な何か作っていこうか。ロックシードも大好きでね、集めに集めたね。でその中から比較的手に入りやすいっていうのと2つあるっていうので、ひまわりいこうか。よし、じゃあこれを分解します。ちょっと一回この剣置いとこうかね。いや本当にね、いい長さになった。でね、バルバラシャンの先についてたこれを活かしたいんですよ。これめっちゃかっこいいパーツでしょ。軟質でね、まあ軟質はもう関係ないけど、こんな感じでねちょっと貼り付けようかな。これをね、まあいろんな向きこうやって考えました。で考えた中で最終的にこれがめちゃくちゃバランスかっこいいかなと思って、どう？いいでしょ。この向きね、天才的なのよ、かっこよさが。2箇所ビスいっときました。 OK、ギミックに支障なし。これ何かな、何ロックシードかな。バルバラシャンロックシードはちょっとダサいな。何ロックシードですか、教えてくれ。いやこれも思ったよりすんなりできたね。おお。まあこれだけのもんなんですけど、なかなかいいね。うん。いいって言っとくぞ、言っとくぞ。どうやって外れ、ちょっと外れ、どうやって外れんの。あ、そっか、結構キツキツなんや。まあまあいいや、専用アイテム1個できました。これ何すんのかわからんけど。そして専用アイテムもう一つみんなに見せたいと思います。ちょっとこのディエンドライバー、これだとデカすぎてややこしいので、物は同じです。ネオディエンドライバー、これで解説します。僕がデザインしたこのパウチズマジックサークルというね、パウチの魔法陣っていう僕の強制錬金術裏錬成には欠かせないアイテムとして、一番最初ガッチャード改造の第1回に間に合うように作りました。でこの力を借りて無理やり定着させてるんですけど、だからこのカードがなくなったらバーンって分解されてしまうっていうような、なんか設定で僕は改造してるんですね。でこのカードを活かしたいなと思って、ネオディエンドライバーに入れて読み込めるようになんかできないかなって考えました。この魔法陣カードにぴったりのカードを思いつきました。それがね、イリュージョンなんです。ここのこのバーコードっていうかな、変えました。イリュージョンのものと差し替えました。これもフォトショップっていうソフトで加工してるんですけど、それで入れてみたところ、
読まないんですよ。うっそーと思って、同じなのになんでって。ちなみにこれ写真用紙に印刷してるんですね。まあ2枚を貼り合わせてる感じなんですけど、だから厳密にはこれカードじゃなくて、なんていうのかな、まあ写真を2枚貼ったっていう感じなんですけど、いくら修正してもダメで、この写真の反射が悪いのかなと思って、今度ねこの普通の A4 用紙に印刷してみたんですよ。だからちょっとこう印刷がね淡くなるというか、まあ安っぽくなるんですよね。それでやったところ、イルージョンってね、ちゃんと読むんですよ。でも待てよ、これ分厚さもあるんじゃないかなと思って、もうちょっと破けてしまったんですけど、このバーコードのとこだけ A4 用紙、それ以外は写真用紙っていうのでやってみたら読めたんですよ。じゃあこのバーコード部分だけ淡くすればいいんじゃないのと思って、ちょっと色が薄いバージョンっていうのを作って写真用紙に印刷してみました。するとやっぱダメなんですよ。それでもう写真用紙は絶対にダメなんだ、薄いとかそういうことじゃなくて、写真用紙はなぜかダメなんだと思ったので、普通の A4 用紙に印刷したものをちょっと高級感出すためにラミネートパウチしました。まさに僕の名前の由来です、パウチ。結局パウチなんやな。これでちょっとツヤも出て、まあ紙切れ感は薄れましたね。それでアタックライドエルージェン、うん、っていうことでね、まあカード読まない問題は解決しました。ということでこれに入れてみましょう。アタックライドエルージェン、よっしゃー、これでね無事に裏錬成発動ですよ。だからこのディエンドライバーもただ飾りでついてるわけじゃなくて、ちゃんと改造の一部ってことがねこれで証明されましたね。どうだよーし、どんどんできてきたぞ。でもこの読み込まない問題について新たな進展がありました。この前特撮 YouTuber のナミさんとアックンが来てくれたので、アックンに聞いてみたところ、印刷用紙とインクの相性、濃度に関連することが分かりました。そしてこの読み込まない問題の驚きの解決方法がこちら。アク何してんの？認識しないからね、マジックで上塗りしてんだよね。そんなことで認識するんや。する。ちなみに朝の9時なんだよ今朝っぱらからこんなことやってんだようちらこれでなるようになりました。アクありがとう。というところまで見ていただきましたけども、このまま続けると動画が長くなっちゃう、30分超えてくる可能性あるので、ちょっと一旦今回この辺で終わりたいと思います。アンクレイズバックルに続いて今回3本立てということになってしまったんですけど、いやごめんなさい、もうねいろんなことしすぎたっていうのは、やっぱりね冒頭に言ったけど、なんかね使命感みたいなものが生まれてきてしまってるんですよ。でこの武器はどうしてもねこだわって作りたいなっていう、まあ毎回こだわってるつもりではあるんですけど、今回特にねこだわりが強いです。なんか抑えることができない現時点でこんな感じなんですけど、まだ完成してないんですよ。でも完成形はもう見えてます。でラスト3本目で一気に完成まで持っていきたいと思ってます。いやでもやっぱりね長くなるとあんま良くないなと思うので、次の動画からもしかしたら10分以内に収まるように作って、何本かに分けてっていう風にやってた方がいいかもしれない。ちょっと最近長くなってきてるわ俺の動画。さすがに僕の大事なワンネスたちもね見てて疲れてきちゃうと思うよね。うん、まあそんなことで色々考えながらね進めていきたいと思ってます。でもやっぱ間違いなく言えるのは、作るって楽しいってことなんですよ。試行錯誤しながらやるのが本当に楽しい。まあ、そんな感じで次回完結編お楽しみに。あと一点業務連絡なんですけど、この間ショートで出させていただいた通りすがらない仮面マイティさん、おもちゃの人ですね、今またまたコラボをさせてもらってます。今度はファイズデザグラに参戦ということで、いろんな写真 SNS にアップしてくださってるので皆さんチェックしてください。マイティちゃんほんと写真うまいからね。いやすごいのよ彼は。でマイティちゃんにこんなシャドーボックスもらいました。これファイズ、まあ縦半分で分かれるっていう劇中では出てこない設定なんだけど、こういうのもオリジナリティあってね、すごく面白いなと思います。これも光ってるところレジン使ってすごいね。ありがとう。よしこの後また改造続きやるわ。ほなまた次の動画で会いましょう。ワンネス。